ちろん今シーズン、そらさんなかなかない展開ですね。そうですね。さあ奪った湘南、金子大輝、縦のパス、タリクから斉藤を戻して金子がミドル打つか、アドバンテージ見ている、シュートを打つ、中野決まった、スーパーゴールが決まりました。今シーズン初得点、金子大輝の右足線、湘南は5試合ぶりの得点。アウェイの地から駆けつけたサポーターにも1点をプレゼントしました。奪える機会も増えますから。はい、狛江のドリブルです。クロスを上げるルーカス、ダイレクト打った、こうナイスカバーです。田中でしょうか、もう一回シュート決まりました、決まりました。金子でしょうか、これはゴールでしょうか。使えるようになってきてますよね。はい、そしてこぼれたチャンスになります。札幌、金子拓郎スピードあります。アンデルソン・ロペスも猛然と上がる、自ら行くか、シュート打つ、決めた、プロ入り初めて1試合2得点、金子拓郎が逆転のゴールまで決めました。2対1、5試合ぶりの勝利、そして J1 通算ホーム50勝目に一歩近づいたホームの札幌です。さてキッカーはアデミューソンです。決めました、実に冷静に仕留めましたアデミューソン。キッカーは森島です。距離はありますが正面、さあその森島狙って決まった、先制はサンフレッチェ広島、今シーズン4点目、東京オリンピック世代。さあ清水コーナーキック、ニアサイド、東のクリア、西澤から武坂、さあグランダーのボールですがシュート、ドドラー、これが決まった、清水エスパルス同点1対1。フリーキックのチャンス、キッカーは10番の森島です。さあゴール中央こぼれていく、シュート、あっという間の勝ち越し弾。後半途中出場レアンドロ・ペレイラ、ゴールに近いところでそういうのが生まれればいいですよね。今のシーンもこの2人が前からのチェイスがありました。さあ浅野、裏のスペースからシュート、浅野からのスルーパスに川辺が反応しました。いやー、インスイタイム明け、あっという間の追加点。そして鳴岡から裏のスペースを狙っていきました。さあここに武坂、さあ武坂ここまで上がってきた、そしてパスを選択、奥井の折り返しヘディング決まった、最後はダイビングヘッド後藤、縦に入って阿部、こぼれて高木、ブルーノメンです。あ、いいですね、奪ったシャビエル、エリアの中マテウス、左シュート決まった、名古屋グランパスアディショナルタイムで先制、マテウスの今シーズン4ゴール目、ホームの名古屋、後半のアディショナルタイム。横切った神谷もいましたが急がないでやり直し、三原がいいところに入れます。さあクリスティアーノ上げて、オルンガだ、クリスティアーノからオルンガ、まさにピンポイント、20分柏レイソル先手を取りました。帰ってきたクリスティアーノからエースオルンガ、今季20点目のゴールです。三原は川口を狙って玉足の長いボールを出した、手前にクリスティアーノ、いい後ろからエースだ、クルス対決、三原のミドルパス、そこから川口走って最後は江坂が詰めました。
神谷が抜けます。神谷が打つ、オルンガだ。前半の終了間際、ホーム柏レイソル大きな追加点。三つ丸橋で神谷走って最後仕留めたのはエースオルンガ、なんとシーズン21。まあ、こういうのボール保持して、まあ、前線まで行くことはできてるんですけどね。江坂左足で狙った、見事な左足、江坂もまた2ゴール、なんと 4-0。 ドグラスの後ろ、ここに古橋、田中純也も真ん中にいます。北海イニエスタパスをした、うん、西踏み込んで、まだ田中純也飛び込んできた、1点返しました、ヴィッセル神戸。あの相手の接触を、まあ、あまり受けてもボディバランスが崩れない体の使い方してますよね。おイニエスタのパス、酒井の柔らかヘディングができないが、後ろに田中純也がいた。連続で田中純也、2点差にします、ヴィッセル神戸。そして崩しの糸口、またしてもイニエスタ。イニエスタは丁寧に逆をつきました。これで4対3、1点差になります。残りは3分とちょっと。いや彼のあのね、本当は対人、それからもう空中戦は本当はピカイチですよね、はい。さあそしてフリーキックになります。ファウルを取りました。手塚のキック、面白いボールだ、技が押し込んだ、オフサイドはありません。先制岡山 FC、 セルマが押し込みました。あっという間の先制劇です。手塚から中央へのボール跳ね返されますが、松尾ここから中に入っていく、カットインをして右足シュート、リード2点横浜 FC、 いいコースに決めていきました松尾。そして下平監督ガッツポーズ。パラノからマイナス、ここに荒木入ってきた、荒木、うん、このボール、ミサを拾って、ミサをスイッチをして、バラノから横シュート、ナイスゴール。ここは綺麗に決まりました。自身4試合ぶりの得点になります、エベラウド。さあ、反撃ののろしです。鹿島、選手交代をしてすぐに得点。受けられる中。バーサイドへ。エベラウド折り返す、こぼれてどうか、追いつきました鹿島。2点ビハインドからこの88分、同点に追いつきました。また少し足をついたような格好ですが、すぐに立ち上がって位置についています。さあそしてコーナーキックです。長木、さあ一気に逆転へという鹿島、バーサイドへのボール、この落とし、荒木から中へのボール、どうかな、押し込んだ、左を使って浜野入れたボール、もう一回競って、さあティーラトンです。クロスボールはキーパーのでことのできない位置、ナイスボール、左足を抑えた、抑えの効いたいいシュートがネットを揺らして、1対0、横浜 F マイノス。一旦は弾かれたボールでしたが、おお、裏からチャンス、ここは誰もいないところ、うん、まあそこは入ってきてほしいところでしょうね。あーはーはー、いい形で、チャンス、そのままジュニオルサントス、綺麗にネットを揺らしました。2点目入って横浜 F マイノス、大きな追加点が入りました。ジュニオルサントス視力を出してきます。さあチャンスを作りました。マリノスは中を伺ってエリキ、3点目、止まらないマリノス、さらに追加点。今日はエリキが途中出場、入って得点。スローインはマリノス、いやファウルでした。
チャンスになりました。エリキそのままドリブル、カットインからフィニッシュ。エリキ決めて、さらに追加点4点目。点差が広がります。止まらないマリノス。3つ目4つ目まではなかなかパスが通りません。スペースを使ってきた小林優、ゴール、見事です。フロンターレ先制。本当に駆け引き上手ですね。ここは杉本うまく体を入れてマルチノスだ。サウラマルチノス入ってきたぞ。マルチノス入りました。イルキ4試合ぶりのゴール。アレンズはイルキ体ごと押し込みました。モンドリ打ってイルキです。浦和先生、4試合ぶりのチームとしてのゴールです。